はい、こんにちは。先日ね、行ったダイソーで、液晶の保護フィルムもね、見つけまして、ライトニングのついでにね、2種類ほど買ってきました。まあ、一応ね、7って書いてあるものを2種類ほどピックアップしまして、買ってきました。で、まあ、これね、共に100円なので、まあ、失敗してもね、そんな痛くないので、この iPhone6 に今、余ってるやつね、これにね、貼ってみて、ちょっと試したいと思います。それではね、まずミラータイプの液晶保護フィルム、100円のやつですね。で、こちらパッケージはまあこんな感じ。まあシンプルな、まあその辺に売ってるのとね、あんまり変わんないやつですよね、パッケージも。で、ミラータイプの液晶保護フィルム。液晶を富士に鏡になると書いていますね。ミラーコート仕様ということで、まあ裏面はね、まあ取説みたいなの書いてますけども、まあ付け方は一応一通り読んでみました。で、ちょっと開封して、実際につけていきたいと思います。で、開けるとね、こんな感じで、まあ他社のとね変わらず、ちゃんとこのクリーニングクロスもつけてくれてますし、まあ拭きと早増しでやってますけども、で、これはね、1を先に剥がすみたいな感じで、で、早速これ下から合わすタイプでしたね。で、パパパパパッと貼ってですね、で、今基本抜いてるところですけども、そして剥離シート2を剥がすと。おお、鏡になりましたよ、これ。すげえな、これ。ちょっと気泡入っちゃいましたね、上と下と2箇所。これちょっと後でも鳴らすとして、で、まあこれスイッチ入れるとこんな感じ。ただね、見た目はね、この動画の画面よりはもうちょっと見やすいですね、肉眼だと。だからね、そんなに嫌じゃないです。で、これなんかホームページ、アップルを見てみましたけども、まあ割とね、よく見えますね、これ。プライバシー系のよりね、全然透過度は高いですよね。で、反応もそんなに悪くない。で、今ちょっとミラーをちゃんとね、このカメラのピント合わせてやってますけど、まあこんな感じですよね。こんな感じで。で、もう一回ピント合わすと。結構ね、くっきりだから、これ。まあ、女子高生とか OL さんとかね、多分化粧するのに使えるぐらいですよ。おう。でね、プライバシーもね、この液晶オン状態で角度ちょっと傾けると意外にいいですね。そして次は液晶保護ガラスフィルムですね。で、こちらは、100円にもかかわらず、このようにちゃんとした箱に入ってます。強化ガラス。強化ガラスでしっかり守ると書いていますね。フッ素コートと書いてます。で、まあ、裏側はまあ取り付け方法とか、そんな感じで。それではね、開けて、実際にね、つけていきますが、まあ、このようにガラスなので、ちゃんとですね、パッケージの保護がなされていますね。で、剥離シートは1枚みたいですね、これは。そして、まあ、こちらもちゃんとクリーニングクロスがついてるんで、ちょっと綺麗にしたいと思います。これね、さっきのミラータイプ剥がしましたね。そして、ホコリを取って、いよいよ装着となりますが。でね、このシールがね、若干剥がしづらかったんで、少しね、端っこを手でね、めくってあげましたね。そしてこれはね、上から貼るタイプ。上のだから、まあ受話、耳の当たるスピーカーのとこから貼る感じで、ピタッと貼って。位置合わせはね、あんまりうまくはないんだけど、下手でもないって感じで、剥離シート、おーっと空気が抜けてきましたね。
やっぱりね、あのガラスだから張りがあってパッと貼れますよね。でまあこれミラータイプじゃないけど、ミラーっぽく映ってますがね、そんなには映んないかな。でまあさっきのミラータイプよりは透過度が高いですね。液晶オンにするとものすごく見やすいです。そして指の方の反応も良くて、で厚みはねだいたいちょっとね、あのパッケージに書いてないんだけど 0.5 ミリぐらいですかね、だいたいそんな感じに見えましたけど。でボタン周りもこんな感じでちょこっとずれたんですよね、残念ながら。これ反応ね、もう一回ですけど、まあ、悪くないですよ。ということでですね、結構これいいんで、まあ、この2種類買ってきましたけど、まあ、こっちのミラータイプもね、そのミラーが好きな人にはいいし、強化ガラスタイプもね、とっても透過度も高いし悪くないですね。だから私はね、これね、セブンプラスにね、このあのプラス用ってのも売ってたんで、買ってきてこっちガラスつけちゃおうかなと思ってます。ということでね、ダイソーの液晶保護フィルムね、結構いいですね、これね。なんでまあ、そんな高いもんじゃないんで、まあ皆さん騙されたと思ってちょっと見に行ってみてください。それじゃあ今日はこの辺で。はい、この動画が役に立ったと思う方は、いいね、そしてチャンネル登録とおすすめ動画もよろしくお願いします。